セスコンになってはいた仕方なし。夢があった方ではないですか。男の頭の中って恥ずかしいよね。強すぎだろ。女の子が来る前に筋トレしてただけだけど、おかしいだろ。そんなに黒い女じゃないですし、お掃除ゴシゴシ楽しいな。このホワイトの職場に行きたい。俺も鼻歌歌いながら仕事したいよ。前回ね、みんなで楽しく食事していたところで終わっていたので、その続きからですね、やっていきましょう。そういえば連絡事項が2つありますので覚えておいてください。はい。1つ目は新しいメイドです。この後顔合わせをするので心の準備をしておいてください。はいはいはい。新しいメイド、ずいぶんの急ですね。前々からマリン一人では手が足りない時があると思っていました、ね、一人だけでやってたのすごすぎだろ。この広い部屋を掃除とか全部してやば。マリンさんって方未経験ですがとても可愛らしい女の子ですよ。うん。間違っても手を出さないでくださいね。出すわけないじゃないですか。家に迷惑かかります。分かっていればいいのです。テオは真面目ですから間違うことはないと思っていますけど。まあ個人的にはね、全然その恋愛を間違いっていうのはそれこそ間違いだと思いますけど、まあそれがね、貴族のあり方なんでしょう。姉さんは一度言葉を区切り、紅茶を飲み干した。そしてカップを置き、もう一度口を開く。二つ目は、はい、戦地にいるお父様から手紙が届きました。ハッピー！元気にしていらっしゃるそうですよ。よかった。戦果も上がっているようですし、戦いが終わる日も近いかもしれませんね。いやもうね、家族団らんが大事よ。よかったです。これで平和になるといいのですが、父さん今、反体制派の武装発起を鎮圧するための辺境の地で戦っている。家督争いに負けて家を追い出されたおじさんが父さんの政治を良しとしていないためだ。ああ、なるほど。おじさんもいい加減諦めてくれるといいのですが。兵力差だ。兄として譲れないものがあるのでしょう。巻き込まれる方は黙ったものではないですけどね。ですが、どんな状況下でも諦めない姿勢は侮れません。いや本当にそういう時にね、追い込んだネズミが噛んでくるわけよ。テオも気をつけてください。犬にけしかけられれば猫もライオンのように荒々しくなると言います。でもセンチは遠く離れていますよ。一体何に気をつけるんです？いろいろなことにですよ。テオはまだ危なっかしいですから。めちゃめちゃ優しいな、この人。この人がお姉さんだったらテオさんもね、セスコンになってはいた仕方なし。また子供扱いを。姉さん、僕の文句を笑顔で受け流し、マリンさんに紅茶のおかわりを頼む。いつになったら姉さんは僕を一人前と認めてくれるんだろうか。まだまだ僕ではフランスワキを次に値しないと思っているんだろうか。いや、ここで不適されてしまったら余計に子供扱いされる。少しでも早く一人前になって姉さんに認めてもらわないと。僕はすっかりぬるくなった紅茶を決意とともに飲み干した。いい男や、お前は。朝食を終え、談話室で新しいメイドを迎え、うわぁ、めちゃめちゃ緊張する。誰が来るんですかね。姉さん、新しいメイドの方にもう会ったんですよね、はい、とても可愛らしい方でしたよ。年も近いので、テオの専属になってもらいます。へぇ、それは僕が一人だと心配だからですか。違いますよ。むしろテオには、彼女の力になってほしいんです。あ、なんか問題あるのかな。これから来る子は、メイドの仕事に慣れていません。きっと何度も失敗するでしょう。え、なんでメイドの仕事に慣れてない人を雇ったの。お金持ちでしょ、ここって。悩む彼女の手を引き、時には助言してあげてください。いいですか。はい、それは構いませんけど、それはマリンさんのグー正論。先輩メイドが後輩メイドに教えるというのか自然に思いますが、マリンさんですからね。手は将来フランスワケを継ぐことになります。きっと多くの人々を率いたり、自分の考えを伝えることもあるでしょう。はいはいはい。そうした時のための練習だと思ってアクアさんに接してあげてください。いいですね。へえ、アクアさんというのが新人メイドの名前ですか。はい。聞き覚えはありますか。ないんじゃないの。いえ、特には。そもそもメイドが来ることも今日知りましたし。ですよね。変なことを聞いてしまいました。忘れてください。姉さんの言い方に引っかかりを覚えていると、ドアが軽くノックされた。へえ。ご主人様。あ
くんを連れてきました。このマリンさんって人声がいいな。ニコニコになっちゃうこれ。どうぞ入ってきてください。はい、姉さんの声に見つかれゆっくりと二人が入ってきた。あら、夢のあった方ではないですか。二つに薄れて指先が弾むように揺れている。ガチガチに固まっていて瞬きすらしない。目乾くよ。ドライアイはきついっす。マリンさんが小さく咳払いをして細い腕を軽く肘でつく。挨拶。あ、優しい。ケアがうまいっすねこの方。はい、その、うん、新人メイドのアクアです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アクアさんは僕と目を合わさないまま深々とお辞儀をする。その姿にムッとしたのか、マリンさんの両手がアクアさんの顔を挟み込み正面を向かせる。ちゃんと相手の目を見る。なあ、いいお母さん。マリンさんのおかげでやっとアクアさんと目が合った。髪と同じく綺麗な紫色をした瞳、スッと通った鼻筋、そして頬が恥ずかしげに染まっている様子を見て、その可愛さに息をもうなんか、いやこれ仕方ないことなんだけどさ、男の頭の中って恥ずかしいよな、読む方も。アクアさんも僕の顔を見て前を丸くし、そして体を震わせ始めた。イケメン、こんななんか清楚そうな人でもイケメンには動揺するんですか。それを伝えてあげ、あ、いや、伝えられないんだっけ、その、夢に影響するから、自分の過去とどう向こうのが分からんくなるからみたいなので、港ですとは言えないんだ。赤羽さんの両目に涙が浮かび、声を震わせる。どうして、どうして泣いてるんですか。ごめんなさい。感動の再会。実像を確認しただけなのに胸が苦しくなった。私、間違えちゃって。悪気はなかったんですけど、ほう。いえ、責めているわけではなくて、確認をしたいだけなんです。僕はとアクアさん、どこかで会ったことがあるんですか？なんか久しぶりかもしれん、この。いや、違う。記憶喪失だから普通なのか。いや、何この、なんか鈍感系主人公って思ったけど。いや、そうか。記憶喪失なら仕方ない。すみません。この子、ちょっと思い込みが激しいんですよ。その説明もどうなの？さっき大広間で待っていた時に、ご主人様がモデルの肖像画を見ていたんです。はいはい。だから今、ご主人様の顔を見た時、見たことがある顔だ、会ったことがある、と思っちゃったんですよ。へぇ。はい、そうなんですよ。私ってば、ドジなんで、ついうっかり。マリンさんの問いにアクアさんが全力でうなずいている。だがとてもじゃないけど、思い込みで片付けられる様子ではなかった。そこまで察しがいいならさ、自分の過去と関係あることわかるだろう。ドアホチン。僕が覚え、ごめんなさい。君なかなかの男やった。僕が覚えてないだけでどこかで会ったことがあるんじゃないか。では改めて自己紹介をしてもらいましょう。アクアさん、お願いできますか？優しいフォローが二人。はい、大丈夫です。ほーん。アクアさん目元を拭い、背筋を伸ばす。新人メイドのアクアです。今日からテオの。テオ様や。ご主人様。ああ、ご主人。失礼しました。ご主人様のお世話を担当させていただきます。ほうほうほう。ふつつか者ですが、どうぞよろしくお願いします。それ結婚の挨拶じゃないよ、ふつつか者って。アクアさんは勢いよく頭を下げ、跳ね返るみたいにまた頭を上げる。足元を見つめたまま、もうちょっとこっちを見てくれませんか？え？トークは女の子慣れがすごいな。おずおずとアクアさんが僕に視線を向ける。まつげが長くて目が大きい子だなと改めて思った。あんまり見ないでください。恥ずかしい。ちょ、キュンキュンするな。顔熱、胸もドキドキしちゃうよ。いや、アクアちゃんはアクアちゃんでずっとトークのこと思ってたんだ。純愛だよ。でもすぐにまた目をそらされてしまう。さて、顔合わせはこのぐらいでいいでしょう。マリン、アクアさんを部屋に案内してあげてください。この立ち絵綺麗だね。めちゃめちゃいい。マリンさんうなずき、アクアさんと一緒にダンスから出ていった。どうでしたか、アクアさんの第一印象は。泣かれてしまった時にはどうしたらいいかと困ってしまいました。でも真面目そうな子で安心しました。向こうが慣れてくれればうまくコミュニケーションも取れると思います。よかった。こういうの
のは相性が大事ですからね。確かに。後ほどアクアさんがお世話をしに行きますから自室で待っていてください。へえ。くれぐれも紳士的に振る舞うように。いいですね。な、真面目な顔してる。はい、アクアさんの力になれるよう頑張ります。テオ君もいいやつやな。僕の能力を見極めるためにアクアさんの世話係を任せたんだろう。ここで人を導く能力があると分かってもらえれば姉さんの心配も減るはずだ。積極的にコミュニケーションを取りながらアクアさんを支えていこう。なかなかいい滑り出し。アクアリウム、アクアビュー。もうほんとアクタンって人見知りだよね。せっかくご主人様が話しかけてくれたのにろくに話もできないなんてこれさ、ギャルゲーの時のさ、あの女の子同士の掛け合いめっちゃ好き。わかる、その主人公がいなくなった後に話すこの二人のヒロインたちの話が好き。仕方ないでしょ、いろいろ喋ろうと思ってたのにテオの顔見たら頭真っ白になっちゃったんだから。あ、これマフィンさんとは普通に話せるんだ。初対面ってことになってるんだから、好きなものは何ですかとか適当に質問すればよかったんじゃない？無理無理、適当に聞いたら相手を怒らしちゃうかもしれないじゃん。くそわかる前もって何を喋るか決めておかないと、おしゃべりなんてできないよ。わかる、テンプレコメントって大事だよねさすが陰キャ。ああ、そういうこと言うんだもし私は陰キャですよだ相手になれればアクタンもこのぐらい気軽に喋れるのにね。ね、なかなか楽しそうな方々ではないですか。初めて私と会った時のアクタンもすっごく可愛かったけど。どんなんだったの？ずっとうつむいて服の裾つかんでもじもじとしてて、えとかあのとかばっかり言っててさこれマリンさんの声真似うまいな前のことはいいじゃん、今はちゃんと喋れるんだから。さあ、確かにね、アクアとマリンとの出会いは数週間、そんな長くないっていう。数週間前かな。吹雪に連れられて屋敷にやってきたアクアは、テオから隠れるように小部屋で生活していた。なんで？その間にマリンからメイドの技術やいっぱい、ああ、そういうことか、ごめんなさい。メイドの技術や一般常識を教え込まれ、今日のお披露目を迎えたのだった。まあ、ご主人様相手にいきなりタメ語はまずいと思うけど、もう少し肩の力抜いたら？え、僕もちょっと、僕もっていうのもあれだけど、すごい僕陰キャだから分かるのが、その敬語とかよりもやっぱね、そのタメ語が話しやすいわけ。とこの方もそういうタイプじゃないかな。無理無理、油断したらまた昔のこと喋っちゃう気がする、うん、それに記憶がないってのは聞いてたけど、本当に思い出せないとは思わなかったし。あ、それはおつらい。私のことを忘れられててショックだったな。覚悟してたはずなのに泣いちゃった。あ、再会の涙じゃないんだ、そっちなんだ。ありがとうね、マリン、フォローしてくれて。お、ありがとうが言える。気にしない気にしない、後輩をフォローするのが先輩の仕事だし。あー、いいな、真面目だなこの人。乗ったつもりでドーンと頼ってなさいって。ありがとうひゃー、オクトンやっぱり可愛い、超ラブリーなんですけど。そ、クソかわいいな、確かにうちの子にならない？アクタンなら私埋める気がする。はあ、意味わからないんだけど。僕もミートゥーだ。え、いいでしょ、先っちょだけ、先っちょだけでいいから。ちょ、うくっつかないで、気持ち悪いあらやだ、もう反抗期なの？大丈夫ですよ、ママの愛は変わりませんからね強すぎだろこのマリンって人が。テオ君はどこ？テオ君寝取られる匂いがする。本当に気持ち悪い、マジで無理、離れろいやよいやよ、もう好きなうちって言うじゃない、アクタン。性別が性別ならアウトだろう。ちょ、本当に、いや、いやマニーとアクアを抑え、抑えへし合いながら仲良くじゃらう。滑らかして体力が切れ、二人は床にへたり込んだ。もうマリンのせいで余計な体力使っちゃったじゃない。これからテオの部屋でお仕事をしなきゃいけないのに。事故みたいな。私もお嬢様のところ行かないと。でも私はアクタンを産むの諦めてないから。さっさと諦めて、私はもう行くから。そういえばマリン、一つ聞きたいんだけど、テオの記憶って
どのくらい戻ってるの？女の子と出会ってこっぴどく振られたところまでは思い出してるみたい。都合よすぎだろ、テオ。でもその先のことも女の子がアクタンだってことも思い出せてないみたい。へえ。じゃあ、あの雨の日の、そっか。じゃあ、私のこと思い出せてなくてよかったかも。あ、また後日に会ったのかな。テオは夢に出てくる女の子のこと、私のこと絶対恨んでると思うし。どうだろうね。それこそ本人に聞かないとわからないんじゃない？てか、テオくん自体はその過去か夢なのかどっちか分かってないんじゃない？恨むとか恨まない以前の話な気がする。わかるよ。だって私、あんなひどいこと言ったんだし、急にテオがいなくなるって分かって、悲しくなっちゃって。あんなひどいこと。あれテオくんが悪い気がするけど。違うことを言いたかった。離れ離れになってもずっと一緒だよって言いたかった。ほうほうほう。でも一度言った言葉はもう取り返せないんだよね。仕方ないって。アクタンもご主人様も幼かったんだから。そういうことを僕が言いたいな。大人みたいに感情を隠してうまく取り繕うなんてできるはずないでしょ。うん、それはそうだけど、でもやっぱり悪かったなって思うの。ああ、まあそういう気持ちね、引きずっちゃうからな。ちゃんと謝れないしね、記憶なくしてて。本人が私のこと忘れちゃってるから。そう！謝りようもないんだけどね。夢の女の子は私ですって言うのはダメなんでしょ？そこがね。そうね。お医者様から止められてるわ。ご主人様が自分の力で思い出すのが大事なんだって。じゃないと記憶がこんがらがって余計ひどいことになるかもって言ってたわ。きついっすね。だよね。だから私はテオが思い出すまで絶対に言わないようにする。テオが苦しむところ見たくないから。ふむふむ。でもご主人様がいつアクタンのことを思い出すかわからないわよ。あ、それもそれで困るよね。急に思い出したらどう接すればいいか。嫌いにはならんと思うけど。もしかしたら一生思い出すことはないかもしれない。それでもいい？新しい思い出を作れんだ。当たり前じゃん。私のわがままでテオを傷つけられないよ。私がテオのお世話をするのはひどいことを言っちゃった罪滅ぼしだから。え、そこに愛はないの？テオを何回も夢の中で苦しめちゃってる分、いっぱいテオの役に立ちたいの。優しさだけっていうのもテオくん的には辛いんじゃない？テオくんのことが好きすぎみたいな、そういうのはないんですかね？テオは私のことを思い出さなくてもいい。ただ、穏やかに楽しく過ごしてくれれば、それで十分なの。私としてはいろいろ言いたいことはあるけど。そうね。アクタンの気持ちはアクタンのものだからね。だから、今は黙っておく。でもしんどくなったらいつでも相談して。私はアクタンの味方だから。優しい、マジで。ねえぞ、普段ふざけてる時のギャップが強い。ありがとう、マリン。じゃあテオもご主人様のところに行ってくるね。頑張れ。ほんで、あ、アクアリウム。なるほどね。テオくんの視点に戻ったと。ジッターカーさんを待っていた。しかし、初めて会った時の出来事とか気になってそうそうしてしまう。明らかに前に会ったことがある反応だったけど、思い出せないんだよな。もしかして記憶を失った時に会っている女の子なのか。頭をフル回転させ、当時の記憶を思い出そうとする。その瞬間、頭に刺すような痛みが走った。ダメだ。思い出せない。はぁはぁ。アクアさんが来るようにこんな顔をしてたら心配させてしまいますね。そうつぶやき、気を紛らわせるために両手を地面につく。そしてそのまま、筋トレね。びっくりじゃなり始めたか。激しく体を上下に動かし始めた。腕立て伏せ、背筋、腹筋、スクワット、背筋、スクワットをこなしたところで。アクアです。お部屋のお掃除に来ました。開けてもよろしいですか？あら、いらっしゃい。はい、どうぞ。体を起こし、タオルで汗を拭く。タイミングを同じくして、ゆっくりとドアが開いた。失礼します。はい。ご主人様？なんで汗だくなんですか？それ、普通に女の子が来る前に筋トレしてただけだけど。おかしいだろ！
ょっとトレーニングしてまして、汗臭いですよね。まだ来ますよ。そこを気使うの。その、最初の段階じゃない？窓に近づき、大きく開け放つ。初夏の暖かい風が爽やかに吹き込んできた。いいよね、そういうの。部屋の掃除に来てくれたんですよね。どうぞ入ってください。はい、失礼します。礼儀正しい。両手に畑やバケツを持ったアクアさんが部屋に入ってきた。落ち着かない様子で部屋のあちこちを見回している。すごい豪華。ここがテオの部屋なんだ。ご主人様な。絨毯もふかふかだし、家具に彫ってある模様も細かいし、貴族ってお金持ちなんだな。金持ちだから貴族だからね。違うんか、どっちが先なんだろう。はは、僕の部屋はまだ質素な方ですよ。父さんの部屋なんて動物の剥製が何個もか、熊の剥製とかリアルで見てみたい。熊の剥製と、虎の絨毯見てみたいな。動物の剥製？それはちょっと夜に見たくないような。って、私ってばまたタメ口で、すみません、本当にすみません。なんか昔の記憶がね、混じっちゃってるからね、このアクアさんの方は。仕方ないとこある。アクアさんが何度も頭を下げる。勢いで手に持っているバケツの中身がこぼれそうだ。自分で言ってたけど、どっちなんだ本当に。怒っていませんから気にしないでください。まだ仕事にも慣れていないでしょう。姉さんから新人だって聞いてますし、深呼吸でもして落ち着いてください。はい。大丈夫？少しは落ち着きました？はい。ごめんなさい。もともと上がり症なんです。なあ、それ辛いよな。謝らなくていいですよ。仕事にも僕にも少しずつ慣れていってください。テオ、じゃない。ご主人様は優しいですね。すごく安心しました。なんかあれだね、子供の時と変わってないよね、このアクアさんの方は。優しいよねって言ってたもんね、ご主人に。アクアさんの肩の力が抜け、柔らかい笑みを向けてくる。それを見た瞬間、僕の心臓がドクンと跳ねた。社交界で美しい人には見慣れているはずなのに、今まで出会った誰よりもアクアさんを特別に感じる。そういうことよ。本能に従え。どうして私をじっと見ているんですか？まさかやっぱり怒ってるんじゃ。そうではなくて、少々見とれてしまいまして。ああ、なるほど。見とれ、何言ってるんですか、もうご主人様は。クソたらしやな。うまい。私が可愛いわけないじゃないですか。貴族の人たちの方がよっぽど着飾ってますよ。かましてやれ。いや、それでも十分可愛いと思いますよ。ただ可愛いから認めていたわけではないだろう。もっとここ魂の奥底からアクアさんに惹かれているような気がする。なるほど。 だから私が可愛いとかありえないですから。私そんなにちょろい女じゃないですし、身の程もわきまえているので。あ、これはあれかな、アクアさん自身がその幼少期のタオ君に言われた言葉も結構気にしてるのかな。貴族とメイドは付き合えないみたいな、貴族には身分があるからみたいな、それで身の程って言葉か。あんまり甘い言葉言われても嬉しくありませんからね。アクアさん自身も結構気にしてるね。アクアさんは早口でまくし立ってた。ぷいっと横を向いてしまった。すいません、怒らせてしまいましたか。別にそういうわけじゃ、ただ褒められるのに慣れていないだけで、ともかくあんまり変なこと言わないでください。なんかあんましいい印象じゃないよね。なんかもっとツンデレみたいなことになるかと思った。え、嬉しい、嬉しいけど、そんなご主人様に見せられないみたいな。本当にあんまり言われたくないのか。変なことを言ったつもりはないのですが、わかりました。じゃあそろそろお掃除しますね。ご主人様はくつろいでいてください。あ、このアクアさん自身はもう本当にな、本当に奉仕の精神だけでやってるのかな。僕はアクアさんにうなずき、椅子に座って適当な本を手に取った。よし、頑張るぞ。ほうほう。アクアさんは気合を入れ、入り口から順に掃除を始める。ドアのほこりを落とし、ノブをピカピカに磨き上げ、どうも、ごめんなさい、とても丁寧な仕事ぶりだ。いつしか僕も本を読むのをやめ、アクアさんの仕事ぶりを観察する。このホワイトの職場に行きたい。俺も鼻歌歌いながら仕事したいよ。どんな汚れもアクアが解決、ピカピカにしてあげる。あ、こんなところにホコリ発見。私の目はごまかせないぞ。
クソテンションだけ。僕より高いじゃないか。アクアさん鼻歌を歌いながらリズミカルに畑を振るう。壁についた小さなホコリを床に落とし、雑巾で拭き取った。掃除のやり方はマリンさんに習ったのですか？はい。ここで働くことが決まった後に、家事全般をみっちりと教え込まれました。だから掃除の仕方が丁寧なんですね。マリンさんの教え方結構厳しかったんじゃないですか？はい。この前なんか、私が拭いた窓の枠を指で触って、うん、あらやだ、こんなにホコリが残ってるじゃない。やり直し。って、ははマリンさんの船うまいじゃないですか。本当ですか？長いこと一緒にいたので口調も覚えちゃいました。へえ、マリンさんと昔からの付き合いなんですか？そういうわけじゃないんですけど、っていうか会ってから1ヶ月ぐらいしか経ってないですし。いや少ないよね。まあいいじゃないですか。私のことは次は本棚の掃除をしますね。触ってはいけないものはありますか？特にはないですが、高いところは無理しなくていいですよ。優しい、テオ君。本棚は2メートル以上あって、僕が背伸びをしてもギリギリ最上段に手が届く高さ。大丈夫ですよ。マリンから踏み台借りてきましたから。へぇー、有能。アクアさん一度廊下に出て見覚えのある踏み台を持ってきた。これを使えば、一番上の段だって楽に掃除できますよ。ほら、この通り。あれ。え？上の段は確かに届いた。でもそこまでで、棚の上まで手を伸ばそうとしてギリギリと。あ、身長ちっちゃいのかな？マリンさんと並んだ時は、そこまで、あれだったけど、身長差感じなかったけど、踏み台が小さいみたいです。マリンってば、無駄に大きいから。今日はできる範囲でいいですよ。一番上はまた後日にしましょう。はい、申し訳ありません。いや、いいよ、全然仕方ない。適材適所ってあるからね。アクアさんは肩を落としたまま掃除を再開する。どうにかしてアクアさんを元気づけたくなり、何かプレゼントはできないかと机を漁り始めた。この瓶に入ってるのはキャンディーか。キャンディーで喜ぶ今時女子がいる？そう、大阪の坊ちゃんじゃん。これはきっと喜んでもらえるだろうと思い振り返る。